と部屋の割合をね、食堂を増やします。よし、食堂を増やしました。ちょっと食堂を拡大しましょう。でテーブルを置いて、だから広々と使えるようになったな。あとここになぜかちょっとスペースがあるから変な、このスペースを埋めるようにテーブルを設置して長椅子を置くと、これでいいんじゃないでしょうか。あ、シャワー室だな。このシャワー室はね、厨房からアクセスするシステムは変えたいね。これ意味がない。あまり深い意味ないから、ここ多分。あとこの面会室とかこの辺もな、無駄に使いすぎてんだよな。このなん、これはなんだこのボックスは。ボックスを捨てろ、これ。中身なんなのこの。捨てよ、捨てよ、このボックス。危ない、ライト捨てるところだった。美しくないよな、部屋の配置が。部屋が美しくない、全く。運動場がこうなってるのもちょっと気に食わんな。廊下みたいなのをもっと作るか。廊下作った方がいいよな。このね、建物のね、不思議なポイントとしてね、廊下がないんだよ。あれ、あ、囚人の皆さん、こんにちは。ちょっと今日はちょっとご飯があんまなくてですね。実は、あんまないんですよ、飯。あ、シャワーですか。あ、まあ、切れてる、切れてる、なんか。シャワーができないせい切れてんのか。芋洗ってるみてえだな、これ。こんなにたくさんの囚人が、あ、そりゃ切れるわ。これは、これはぶち切れるわな。シャワーねえじゃんって言って切れてる。意味ねえわ、つってる。ちょっと大きく変えてくか、作りを。ね、ちょっと作りを大きく変えましょう。ここを廊下にしよう。で、ここも廊下にして、シャワー室はまた別途作ろう。ちょっと、ちょっとね、ちょっとこれ危険だね、これ。ここのシャワー室。シャワーの水も溢れるし。臭いし。なんだ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 、暴動が起こったぞ。気絶してる。すげえな、この隔離島やべえな。隔離島の数増やしといた方が良さそうだな、つうか。ちょ、隔離島の数増やそう。廊下だな。こういう風に廊下を作んなきゃダメなんだ、多分。で、この精神分析医のオフィスもぶっ壊していいかもしんねえな。ぶっ壊そうぜ、これ一回。悪いけど。精神分析悪いけど、ここのオフィスぶっ壊すわ。すまん、取り壊しが決まった。申し訳ない。勝手に、これ、呆然としてる。精神分析、目が点になってるぞ、なんか。こいつの精神の分析が簡単そうだな。ここも取り壊すことになったんで、ごめんなさい。シャワー室にしたいんだよな、ここ。ここシャワー室にしようぜ、でっかい。シャワー室。あの、精神分析いるけど、ここシャワー室になったから。すまんな、精神分析。すまん。医療室って。ああ。死人が出たってことか。死人が出たってことだろうな。飯が食いて、つってる。これでも飯作れるよね。あ、やばい、飯が作れないのか。もしかして冷蔵庫が一個も機能してないから飯が作れなかった説ある。あと、ここだな。ドアを作って。よし、この二箇所ドア作ったら多分部屋化するだろう。すぐに工事をしなければ。あ、やばい、飯がないっす、切れてる。みんなかわいそうに生で食って帰ってったぞ。みんな怒ってるわ。家族に会いてえな。自由が欲しいな。プライバシーが欲しいな。しょうがないじゃん、その、ないないは工夫が足りないっていう偉人の言葉を知らんとか、お前は。オフィスが必要。ごめん、そこシャワールームになるんだ。すまん。すまん、精神分析。すまん。こう巨大シャワールームになる。よし、かなり大規模なシャワー室になったな。この、なんか精神分析が気の毒だけど。まあ、やむを得んだろう。あ、飯作ってるね。足りるかな、飯。家族に会いたいって言ってる。どうしようかな。でも面会に来ないから家族に会えないって事情もあるよな。ニーズ。家族。ひどいな、これ。あ、そうだ。そういえば郵便物を設置するとか言ってたな。そういえばそんな話してたわ。あと水か。まあその郵便物もいいんだけど。まあ、
そのうちね、そのうちやるよ。郵便、郵便、郵便、郵便。これは多分配達室、多分ここになってんだ。あ、ここ見て見て、配達室ってここになってるわ。うわ、これひどいな。こんなところに、ゴミ置き場。ゴミはここから収集される。やべえ、ゴミ置き場がないのか。だからこの、独房の中にゴミが溜め込まれてったのか。なるほどな。これか、囚人労働が必要、郵便物。あー、囚人労働が、ないとダメなんだ。じゃあ、それアンロックしていこうか。刑務所内の仕事を受刑者に行わせることでスタッフの雇用コストを削減し、収入を増やすと同時に受刑者たちにスキルを身につけられる。ほー。おい、水漏れてんぞ。水が漏れてますよ。運動場まで水浸しだ。うわ、ひでえ。これってどうやったら改善されるんだ。排水関係がないんだよね、論理回路。こういうものなのか、これは。これか、排水管。大変失礼しました。大変受刑者の皆様には私の確認不足により不快感を味わわせてしまって本当に申し訳ございませんでした。再発防止に努めます。どうした、精神分析楽しそうだな。食事はなんとか足りるかな、全員分。うわ、なんか戦ってる。コンフォート、戦ってる。なんかやばいやばいやばい、騒いでる騒いでるやついるぞ。おい、ちょっと処罰しろ。隔離しろ。騒ぎ起こされたら困るから24時間隔離しよう。え、でもまあ食う場所には困ってないな。まだ拡大はできるぞ、多分刑務所。だからシャワー室だよな、問題は。シャワー室がちょっと足りないかなって気がする。よし、排水口ももう置けたぞ。なんだ、なんか叫んでるやついるぞ、なんかどっか。運動場もひどいありさまだな。どっかこの辺を運動場にしたいよね、スペース作って。廊下作ってさ。お、刑務所らしくなってきたな、なんかこの感じ、囲ってる感じ。まああれだな、廊下がこんなところってちょっと変だな。廊下やっぱこの辺だな。ここら部屋にしよう。あ、てか、水は大丈夫っすか？あ、水は通ったね。あ、電気が通ってないのが微妙に。はい、じゃあ電気ケーブル引きましょう。よし、シャワー室はなんとかなったなんで、あとは、この辺も撤去するか。どうした精神分析。大丈夫か？気を確かに持て。あ、ここもなんか大きな施設ができるな、一つ。よし、ちょっと2個建物作ったから、ここに何か設置しよう。精神分析どこ行った？あ、精神分析休憩してる。目が点になっとるな。大丈夫か、分析。この辺、できてないの結構多いな。これやりたいよね、今日、この、あ？なんだ？なんか爆発してる音がするけど。なんか起こったか？爆音がするぞ。そういえば、郵便室が確かできたね。郵便室どこに置くか。ここにちょっと分類室置きますか。で、郵便室の分類用デスクとテーブルか。これ郵便室で仕事し始めたりすんのかな、勝手に。それともなんか俺が割り振らなきゃいけないのかな。一番真面目な受刑者に任せたいよな。任せるんだったら。誰か決めれたりすんのかな。なんだ。なんか騒ぎ起こってね。どうしたなんか騒ぎ、乱闘騒ぎ起こってんぞ、おい。何が起こった何してんなんか乱闘、あ、なんか騒ぎが起こってる。これやべえな、これ。開けろドアを。うわー、各所で暴動が多発。服が、あ、洗濯物、なるほど。一切今まで洗濯してなかったのか。それはハッピーだな、かなり。洗濯室作るか。こんくらいにしよっか。洗濯室で、これで一応洗濯室はできたぞ。まだちょっとガバガバだけど。囚人労働だな、洗濯室。その囚人労働するために教育をしなきゃいけない。やべえな。清掃人がやってくれないのか。洗濯の手伝いをしてくれることもある。じゃあ清掃員が洗濯してくれるんだな。まだ暴動起こってるぞ。やばいな。洗濯したいって切れてる。ブチ切れ始めた。おお、洗濯物持ってきた。山。ユニフォームを洗濯庫に。あ、
監視がやってくれんのか、わざわざ。でもぶつけ、めっちゃ喧嘩してる、めっちゃ喧嘩してる。地獄絵図って感じだな。な、切れてる切れてる。服がマジ汚いんだ、くせんだよ服って切れてる。やばい。なんだ、ポラロイド写真。なにこれ。こいつが入ってたってことか。